きチャンネル。さあ、月曜日です。総チェック。はい。ということで、交流戦前の、ね、パリーグ、セリーグの、同一対決の、試合がね、ひとまず終わりまして、明日から交流戦に入っていくということで、まあ、最後ね、どういう形で交流戦が入っていくのかっていうところで、金土日、ね、24、25、26の、試合を皆さん解説していきますので、ぜひ聞いてください。ということで、まず、パリーグから一番ね、注目ポイントはこの試合でしょう。ロッテ対ソフトバンク。24日の試合、3対1でロッテの勝利ということで、ロッテ先発、佐々木朗希ね。まあ、前回もいい形で好投した中でね、7回119球、5安打8三振、2四球1セットボール1失点と、まあ、どんどんね、球数も安定しながら長いイニングも投げていくっていうところで、大人の階段ね、登っていってんじゃないのかなっていうね。で、ソフトバンク先発も入れろ。7回106球、5安打5三振、3四球3失点と、まあ、試合はね、最低限、まとめたけどもっていうね、しかも楽天戦ね、33点取って乗り込んできたこの打線、どうね、ロッテが抑えてくるのか、ここでソフトバンクはね、大型連勝していけばもう終わっちゃうよっていう中で初戦ね、ロッテの勝利は大きい中、その中でね、初回、ワンアウトから今宮ヒット、柳田は三振するけども、山川ライト前、そしてツーアウト一塁から今度がね、レフトへタイムリーツーベースっていうところで、まあこの後ね、栗原フォアボール、で、リチャードがツーアウト満塁から三振。ここでポンポンポンって出てたらね、ちょっと終わってた、ほんと、もう10点ぐらいいかれてたかもわかんないね。その中ね、まあ1点で収まったっていうところも、まあ、結果的に見ればよかったし、でも始まってみた時にね、やっぱりエグいなソフトバンク打線と、もういきなり先制かっていう中で、ロッテとしてはね、この2回裏、先頭池田がね、ツーベース、で、佐藤フォアボール、で、ノーアウト1塁から、友杉が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から小川がね、ショートゴロ、こうでかいバウンドでね、1点を取って、で、ツーアウト3塁になって、岡のね、タイムリーヒットというところで、こうすぐさま逆転ね、できたのは大きかったかなっていうね。で、5回裏にも、ワンアウトから岡がね、レフト前ヒット、岡絶好調。ね。で、石川慎吾の時にモイネロがね、ワンバン投げて、カイボ前止めてんだけども、そのね、ちょっと弾いたところをね、岡が見逃すセカンドで、進塁っていうところで、これ、デスソール。この走塁大きかった。ね。で、石川三振するけども、高部がね、センターへ、ツーアウト2塁からタイムリーヒットで3点目とね、いうところで、まあ、この3点あったらね、もう OK かなっていうね、中で、まあ、ホークスとしたら、この7回ね、ツーアウトからだけど、シュートがデッドボールになって、で、盗塁決めだけどね、行き過ぎちゃって、スピード合い過ぎちゃってアウトっていうね、こういったところもひょっとしてランナー残ってたらっていうところはあるけども、まあ全体的にね、非常に佐々木朗希が頑張ったっていうところと、その後ね、坂本松田としっかり抑えてね、勝ち切れたのは初戦ね、3対1。まあこういう試合展開が、ロッテとしては勝てる要素がある中でね、その通りの試合展開。で、ツーアウトからしっかり1本出た。ね、先制されるも、その後佐々木朗希しっかり踏ん張った。いい形をね、戦勝になったんじゃないでしょうか。続いて5月25日の試合、ロッテ対ソフトバンク2対0でロッテの勝ちということで2連勝、ロッテの勝ち越し、ね、強力ホークス打線を完璧に抑えきる投手陣。ね、ロッテ先発ベルセス。8回111球、3安打8三振、2四球無失点というところで、しっかりね、低めの請求っていうところもできたし、コーナーね、対角についていけたんじゃないのかなっていうね。ここ数年でメルセデス一番良かったんちゃうかっていうぐらい素晴らしいピッチング。しかもね、8回も投げたっていうところもね、これもかなりのね、最近の中では成長なんじゃないのかなっていうね。しかもね、今季初勝利。ね。今まで抑えててもなかなかね、勝ちきれなかった。ね、援護がなかったっていうところでは非常に大きいね。大事な試合での勝ちっていうのは大きかったんじゃないでしょうか。で、ソフトバンク先発大津ね。6回3分の200球、5安打6三振、2四球2失点っていうところで、まあ試合作ったからね。これはもうしか攻められないね。その中でね、ロッテは、2回裏、先頭外がツーベース。で、角中がセンターフライの中でタッチアップして3塁。で、佐藤のね、セカンドゴロの間に1点。もうここは序盤だったしね、ホークスの内地後ろ下がってたから1点 OK ですよっていうね。そらそう、あのホークス打撃陣で考えたらね、そんなもう前半から前進守備なんて取んない。ね。で、4回裏、先頭外がね、レフトスタンドにスライダーね、ぶち込んで、ホームランというところで、まあ、このね、2点。まあ、ロッテ自体もね、5安打しか打ってないから、ね、そこまでなかなかビッグチャンスっていうところはなかったけども、まあね、この最小限のね、得点の中で守り切ったっていうね、ところも大きいし、ホークスとしては全体的に4安打だからね、なかなかチャンスもなかったし、いきなり3者ね、連続三振からスタートっていうね、2イニング連続、8回も3者連続三振だからね、2イニング3者連続三振があったっていうところもね、メルセデスがね、序盤から飛ばしていく中で、8回持ったのが大きかったね。で、その中で、この試合はね、何が一番、メルセデスの素晴らしさもあったけど、守備陣の頑張りが、ロッテの勝利を導いたっていうところと、ホークスの走塁意識のちょっと低さが得点を、チャンスを潰してしまったっていうところがね、あるけども、その中でね、一番大きかったのがまずね、4回表、先頭今宮フォアボール、そして柳田のね、センターフライ、センター高部がね、ジャンピングでフェンスに当たりながら取ったっていうね、あれ取れてなかったらね、ひょっとしたら今宮がホームに帰ってきて、なおも、ランナー2塁、もしくは、そのクッションの状況によっては、ランナー3塁になった可能性があるし、いきなりね、その同点に4回になった可能性がある中で、あの高部のね、守備はね、グッと、ね。で、その後、山川ね、5-4-3ダブルプレーだったりとか、あと、これ8回ね、ワンアウトからリチャードがライト前ヒット。で、代打三森ね、これ 6-4-3 ダブルプレーも早かったし、で、9回の周東の時のダブルプレーもそうだったし、このね、足が速いランナーに対して、しっかりね、速いランダンプレーでね、ダブルプレーを取ってるっていうね。で、2回でもね、ワンアウト1塁からリチャードね、6-4-3ダブルプレー取ってるし、その4度ね、ダブルプレーがあったんだけども、そのダブルプレーをある中でも、三森とか周東とか足が速いランナーでも、しっかりダブルプレーを取らなきゃいけないプレーで、ダブルプレーを取り切ったっていうこの守備力ね、これもかなり高かったんじゃないのかと。あとね、走塁意識の低さで言うと、このね、8回、ワンアウトからだったけども、リチャードのこのライト前ヒット、ね、これ、ライト線上、フェンスまで行ってるわけよ。だからリチャードとしてはどこ飛んだかわからなかったのかな。でも見てたからね、映像を見るとね。あれ最初から走ってたらセカンドまで行けたわけ。でも最初、一瞬走らなかったことによって、岡もね、そのプレーすごかったよ。岡もすぐさま打球まで行って、クッション取ってセカンドスローっていうあの一連の動きにね、全くロスタイムなく、素晴らしくスピーディーにできたっていうのもあるけども、あれでリチャードがセカンドまで行けないっていうのはね、あの最初の2、3歩目を走らなかったことによって行けてないから、そういったところのね、走塁意識の低さ。ね。で、そして9回ね、先頭中村が出て、代走に中田。で、周東がね、セカンドゴロを打って、4タッチのファーストでダブルプレーになるんだけども、あそこで2つのやり方あるんだよ。タッチされないように、下がって、ね。で、まあ、さっきファーストアウトにしてダブルプレーなるかもしれないけども、周東の足にかけるっていうやり方と、あれね、避けないでね、こう走っていってこっちにいるわけじゃん。ね。セカンドの方に走っていくのよ。もう正面で。で、タッチはできるけど、その後投げるのに1テンポ、2テンポ遅らすっていうやり方もあるんだよ。そういったところはね、まあ、今後勉強だね。そこちょっとね、無駄にアウトになりすぎてダブルプレーっていうのはね、中野走塁甘かったしね。このね、2種類のやり方っていうね、当たりに行くっていうのもあるからね。その当たりに行ったら守備妨害になるじゃんっていうかわかんないけど、違うんだよ。この、当たりって止まんだよ。もう、こう、もう止まんだよ。で、タッチされて。そしたら、その、体が避けなきゃ投げれないからね。その一瞬がシュートの足でセーフになるっていうところもあるからね。そういったところ、これ2つのやり方あったなっていうところでね、無駄に、なんか、素直に行き過ぎだね。避けてね。もう避けたらタッチしようとしたら、スリーウィーターアウトになるからね。そういったところでは、まあ今後お勉強かなっていうね、ところも。でもそこもね、しっかりダブルプレー取った守備陣もね、ロッテ守備陣良かったし、まあロッテのね、守備陣でね、勝ったこのソフトバンクとの勝利ね。まあ、完封勝利だからね、これかなり大きかったんじゃないでしょうか。ロッテ対ソフトバンク。7対1でロッテの勝利ということで、このカード3連勝で、ロッテの勝ち越しということで、この3連勝。そしてロッテは8連勝。グッド。かなり大きいで。これでまた交流戦試合でね、わからなくなってきたし、パリーグをね、面白くするためにも、このロッテのね、3連勝は大きかったんじゃないでしょうか。ロッテ先発言いましたね。1回20球、1、3、4、1、9。もうブルペンデーになってね。で、2回から中村が3イニング、沢田1イニング、坂本1イニング、で、沢村が若干やらかしたけども、鈴木が1イニング。で、国吉が、ちょっとやらかしちゃったけど、3分の2で、松田がね、開幕的で1回3分の1をしっかり抑え切って、1失点でね、勝ち切ったのは素晴らしかったし、ソフトバンク先発ね、シュワーズジュニア5回105球、4安打7三振、3四球2失点。まあ、球がちょっと多くなったけどもね、やっぱり状態的にはね、いい感じで投げてるんじゃないのかなっていう中でね、その中でロッテはね、3回裏、先頭ね、小川がセンター前ヒット。で、荻野がね、ここセーフティーバント。ここはね、サード栗原はね、もうちょっとケアしなきゃいけないよ。バント。あり得るもん。ちょっとね、警戒してたのかもしんないけど、薄いよね。で、セーフティーバント成功されて、で、岡が送りバントを決めて、で、ポランコフォアボール。このポランコがね、粘って最後のフォークボール振らなかったのはね、大きかったね。で、満塁になって、ワンアウト満塁から外がね、センターのタイムリーヒットで、2点先制と。で、その後ね、ワンアウト満塁で中村サードゴロの安田ね、三振というところで、ここでもっと追撃の点取れてたらね、もっと楽だったかなっていうね。で、中村翔吾も1割9厘だからもう身長より低くなっちゃうよ。ね。で、こっからね、ソフトバンクも5安打っていうところで、なかなか得点できずね、チャンスもそうそうなかったから、まあこれがね、ブルペンデーにね、ハマっちゃったかなと。投手がね、どんどん変わっていくっていうところもあるからね。で、そこの中でね、いい感じでいってて、でも一番の問題点は7回表。ね。ピッチャー沢村に変わって、3者連続フォアボール。おい、これ、一気にっていうところで、ここね、ピッチャー沢村から鈴木に変わって、代打中村晃を1、2、4ダブルプレーの三森をショートゴロ。鈴木、ピッチ、素晴らしい。ね。これでも失点してたらどうなってたかわかんないし、ビッグイニングのね、可能性もあった中で、ノーアウト満塁からね、リリーフで出てきて防ぎ切ったのはね、非常に素晴らしかったし、まあでもその後ね、8回表にね、2アウトから柳田フォアボール、で、山川がね、センターでタイムリーヒット、ね、打って、ここね、1点差なったけども、8回の裏、ワンアウトから安田センター前、で、友杉がセンター前、で、ワンアウト一塁からね、小川がセーフティーバンド。ここもやっぱ小川セーフティーバンド今までやってきてるからね、あの回のね、スーパープレーっていうのもあったけどね、もうちょっと前意識しなきゃ。で、ワンアウト満塁から荻野はアウトに取るけども、岡のね、押し出しデッドボール。で、高部がね、サード内野安打。これ仕方ないね。これ仕方ないけども、その後の栗原の悪送球痛かったよ。ね。で、外タイムリーツーベースで一気に5点取って、7対1。ね。でもこのね、8回も山川に打たれてね、その後も、近藤レフト前、栗からフォアボール。ここで2アウト満塁からもう増田がね、買いまたぎでいった。増田ね。で、この川村ね、インコースストレート詰まって三振取って、グッピッチ。ね。で、買いまたぎで9回も抑えてっていうところでね。まあ、やっぱりね、思ったね。ブルペンデーはね、日曜日が一番いいよ。次の試合ない時。そしたらもうね、リリーフね、湯水のごとくね、何の気にすることなく、使えるからね。そうなってくると、だってもう、ほぼ使ってないの菊池と高野だけでしょ。だからもう気にしなくて使えるやん。で、前の日もね、メルセデスを8回までしっかり投げさせたっていうところもあるし、これはもう完全にね、吉井さんのマネージメント勝ちだね。グッマネージャー。ね。で、その中でしっかり勝ち切ってね。だからやっぱり、水曜日とか木曜日に、木曜日とかリリーフで一番やっちゃあかんかもしれんね。6連戦で。もう後々、やっぱどっかに歪み生じてくるね。そういう意味ではやっぱこの日曜日にね、ブルペンデーっていうところは良かったしね、吸い込みだし、で、いいところで点取ってね、ソフトバンクを完璧に抑えた。ね、ちょっと沢村とね、藤吉がやらかしそうになったけどもね、そこをしっかりね、しのぎ切ったことの勝ちでしょう。結果ね、3連勝、ロッテの勝ち越しでした。楽天対日本ハム、24日の試合4対3で延長戦日本ハムの勝利ということで、日本ハム先発金村、7回100球4安打7三振2四球1失点。で、楽天先発早川、8回111球3安打8三振1四球1失点っていうところでね、両ピッチャー本当にいいピッチングで、まあ、両チームともね、ほぼ、チャンスなかった。その中で、楽天はね、初回、小郷がね、先頭打者ホームランで、先制するも、日本ハムはね、6回表、ワンアウトから、水野郡司がね、連続ヒット。で、ワンアウト1、2塁から水谷がね、レフトにタイムリーヒットっていうところで、1対1の同点。で、まあ、ここでね、松本マルティネスと1本出てればっていうところだったけど、ほぼ両チームともね、まあ、両投手が、頑張ったっていうところもあるけども、三者凡退も多かったし、チャンスも全くなく、9回まで行ったっていう感じなんだけどね。まあ、楽天はね、7安打、日本ハム6安打っていうところでね、まあ、両投手には本当に頑張った中でね、ドラマが起きたのが9回。日本ハムの攻撃、早川からね、則本に変わっても、ここを満を持してっていうね、まあ、則本は今年ね、まずここまで1失点もしない中、素晴らしいピッチングの中で、先頭水谷レフト前ヒット。これ大きかったね。水谷レフト前ヒット。で、松本が送りバントを決めて、マルティネス三振するけども、2アウト2塁から万波のね、ショート三遊間のところで内野安打。あそこね、村林、ちょっと一瞬ジャックしたんだよね。で、その後のね、スローイングとかめちゃくちゃ弾丸ライナーでファーストにスローイング、めちゃくちゃ良かったんだけど、まあギリギリセーフ。球際だね。まあ、こういう勝負になってきたらね、もうほんと球際なのよ。球際ポコーンっていってればね、アウトだっただけにね、ちょっとね、もったいなかったね。で、その後、タミヤがデッドボール。で、2アウト満塁から細川がね、センターへ2点タイムリーヒットというところで、則本ね、初失点。3対1。もうこのままね、日本ハムが勝つのかと思ったら9回裏ね、今度、ここまでね、結構いい形で完璧に抑えてきた田中正義が、ね、先頭鈴木大地のフォアボール。これ痛かった、フォアボール。ね。で、その後、浅村ライト前ヒット。で、ノーアウト1、2塁から、辰巳がショートフライでアウトになるけども、岡島のフォアボール。だからこの2つのフォアボール痛いよね。で、ワンアウト満塁から代打茂木ね、詰まりながらも、レフト前に落として、で、これね、セカンドランナーのね、ダイソー平。めちゃくちゃいいスタートで、ホーム楽々セーフだからね。で、ここで問題が、レフトのね、日本ハム、細川。まあ、ホームも楽々アウトだったんだけど、まあ、あれ投げるなは、まあ、無理やから投げてもいいけど、超高騰でキャッチャージャンプしても届かなかったやん。で、ファーストランナーがサード行って、バッターランナーがセカンド行って、で、その後ワンアウトに三塁からね、サヨナラのチャンスで、代打渡辺サードゴロで、三塁ランナー田中和樹がホームでアウトになって、で、小深田がね、セカンドゴロで1点取れなかったから、まあまあだよかったけど、あれサヨナラになってたらもう、好投全く意味ないからね、低く投げなきゃいけないっていうところ、タイミング完全セーフっていうところがね、サヨナラにならなかったからよかったけど、あのプレーはね、バッと、ね、でも逆に楽天はここね、さよならしなきゃいけなかったよ、結果的にね。で、10回表にね、2アウト3塁から松本のね、ショートゴロを、ショートに入った伊藤がファーストへね、悪送球。こう、それちゃってね、ライト側に。で、鈴木大地も足伸ばしながらなんとか頑張ったけども、まあ、あれは無理だね。本当にね。で、結局タイムリーエラーになって、4対3、ね、日本ハムの勝ちというところで、だからそういったところのミス痛かったね。だから球際、ね。球際、ショーイングミス。ね。でも相手のミスにはつけないっていうところがね、結局ね、楽天の敗戦につながってしまったかなっていうね。日本ハムはね、よく勝ち切ったっていうところの試合だったんじゃないでしょうか。楽天対日本ハム25日の試合、0対5で日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発ね、加藤、9回101球、4安打4三振、無四球無失点と、もうちょっとでマダックスだったけどね、素晴らしいピッチング。やっぱりね、このね、スロー、ゆっくりゆっくりで腕、ムチのようにパチン振って、めちゃくちゃ対角線のストレートとかスライダーとかコントロールで、ね、ビタビタだったね。でもこういう緩急をつけるピッチングの配球っていうのはやっぱ伏見ね、うまいね。何より難しいんだよ。5速球ドーンドーンの方がめっちゃ簡単だからね。それ言っときゃいいんだからね。正直、そのピッチャーもう出来次第だからね。でもこういう緩急つけるピッチャーっていうのはね、何気にリードで難しいんだよ。ね。まあ、その中ね、完封したリードもね、伏見は良かったんじゃないでしょうか。で、楽天先発、ここじゃね、初登板。6回84球、5安打3三振、無四球2失点というところで、非常にね、グッピッチ。ね、左手コンパクトに来て出てくるっていうところで、またね、思ったより球速を感じたのかなっていうところと、まあ、初対戦もあったからね、ここら辺アジャストしにくかったのかなっていうところもあるから、まあ、ここからね、またどういう風になっていくのか。でもまあ、デビュー戦としてはね、非常に、まあ、結果としたら敗戦投手になっちゃったけども、でも、内容的には悪くなかったと思うんで、まあ、これをね、引き続きやっていきたいなっていうね。その中で日本ハムはね、4回表、水谷郡司が連続ヒット。この郡司の、ノーアウト一塁からこのね、右に打っていこうっていうね、最低でも進塁打っていうところ、それがね、まあ大きく弾んでヒットになるっていうね、まあ前のカードもかな、無理やり進塁打っていうところもあったし、こういったところでね、考えた野球の中で結果出していくっていうのは素晴らしいバッティングだったかなと。で、ノーアウト一三塁から、松本がセンター前タイムリーヒットで先制。で、これね、ノーアウト一塁からマルチネスのサードゴロ内野安打なんだけども、球際ね、打球早かったよ。サード鈴木大地。でもあれを取るか取らないかなんで、だから、この金土ね、球際で負けてんだよ、楽天は。で、それが内野安打になって、ノーアウト満塁から万波がね、センタータイムリーヒットで2点。で、これでね、一気にビッグゲームでね、ひょっとしたら終わる可能性があった中で、そこからね、小ジャが踏ん張って、7枚を5、2、3ダブルプレーっていうね。で、その後、伏見をね、センターフライで、このノーアウト満塁をね、0点に抑えたっていうところはね、小ジャも。ピッチングだったし、ここね、一気に試合が終わりそうになった中で踏ん張ったのも良かったね。でもその後楽天もね、もうチャンスすらないのよ。全体に4安打。ね。まあ7回裏ね、鈴木大地がライト前ヒットで先頭出るけども、浅村が4、6、3ダブルプレイだったりとか、もう全然ノーチャンス。ね。で、9回表、ね、日本ハムの攻撃、ピッチャー吉川。で、マルチェイス、ワンアウトからセンター前。で、万波デッドボール。で、代打スティーブンソンセンター前ヒット。で、ワンアウト満塁から伏見が三振するけども、磯端のショートの内野安打。足早い。まあ、でもあれ、もう、あれは内野陣無理よ。球際とかじゃない。もう打球がアンラッキーだったし、磯端の足がもうアンラッキーだった。楽天からすると。逆に磯端としてはね、自分の強みが出たタイムリー内野安打。で、ツーアウト満塁から水野はね、右中間、延滞取るツーベースっていうところでパンチ力もあるバッティング。ね。で、これで一気に3点取って5対0で試合を決めるっていうところで、まあ、楽天並みに乗れないね。投打の噛み合わせもあるし、あと球際ね、そういったところをしっかりやっていきたいなっていうね、結局そういうところの積み重ねだからね。まあ、この中でね、日本ハムは2連勝、日曜日の試合、どうなるんでしょうか。26日、楽天対日本ハム3対2で楽天の勝利ということで、このカードね、2勝1敗で日本ハムの勝ち越しになりましたけども、楽天ね、最後にしっかりね、勝ち切れたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。楽天先発岸ね、6回107球、7安打3三振、2四球2失点、160勝、おめでとう、ピッチン。ね。まあ、その中でね、初回、タミヤにね、先制のタイムリーヒットを打たれるけどもね、すぐに1回の裏ね、小郷、小深田ね、連続フォアボール、辰巳がライト前ヒット、で、浅村のね、犠牲フライで追いついたっていうところは大きかったけど、ここね、クリーンナップで満塁だから、パパパーンってね、追加点行きたかったところだけどもね、で、3回の裏も、小郷がフォアボール、で、小深田のね、タイムリー、スリーベース、ね、で、また浅村がね、犠牲フライでしっかり勝ち越して、まあ、ここから逃げ切る。まあ、楽天ね、4本しかヒット打ってないからね、そういう意味ではね、取れる時にしっかり取ったっていうところがね、大きかったかなっていうね。まあ、あとはね、もう本当に岸がね、粘ってしっかりね、勝ちきれたっていうところは大きかったし、日本ハムはね、5回の表、ね、松本郡司がね、ヒットを打って、2アウト1、2のチャンスを作って、タミヤがね、ライトにタイムリーツーベースで1点返してっていうね、その後万波がね、ポンポンって続けばよかったけどもね。まあでもね、しっかり勝ち切って、岸、で、酒井、孫、ね、則本っていうところでしっかり踏ん張り切れたのも良かったし、このね、8回、孫に代わって先頭野村がフォアボール、で、上川端のところでね、磯端が盗塁、で、盗塁終わってから上川端送りバントを決めて、ワンアウト3で水野の時にね、まあ、ギャンブルスタートだったと思うんだけどね、水野がね、ピッチャーゴロで、そこで挟まれちゃってアウトになったっていうところもあるけどもね、でもその後水野また盗塁してね、ワンチャンス作って代打ね、水谷っていうところで、まあ、ライトフライ。でもやっぱりね、負けてても日本ハムはいい野球してるような気がする。佐々木的には。ね。最後までね、策を練って、いろんなことをやってっていうところでね、勝ちに行く姿勢を見せながら、まあ最後一本出なかったっていうところから、まあやるべくしてやってね、負けたっていうところでは、まあスッキリするっていうところもあるし、最後ね、楽天は則本がね、しっかり抑えて、ちょっと弾いたけどね、自分で取ってベース組むみたいなね、感じも、ナイスプレーもあったけどもね、しっかり勝ち切ったっていうところは3連戦ね、3連覇しなくて、いい形でね、交流戦入っていけるんじゃないでしょうか。結果ね、2勝1敗で日本ハムの勝ち越しでしたけども、26日楽天が3対2で勝利でした。西武対オリックス、24日金曜日の試合、9対6でオリックスの勝利ということで、オリックス先発東、6回107球、6安打5三振、3四球、1デッドボール、4失点とね、ちょっと序盤球高かったかな。で、そこをね、ちょっと仕留められた感があるけどもね、で、西武先発高橋光成、6回92球、5安打3三振、3四球、4失点と、3回だけだね。あの回だけやらかしちゃったかなっていう中で、西武はね、初回、ワンアウト一三塁から中村拓也がね、犠牲フライで打って先制。で、2回の裏、岸平沼連続ヒットでね、古賀の、送りバンドを東がフィルダーショイス。これ痛かったね。で、ノーアウト満塁から西川がね、センターへ2点タイムリーツーベースを打って2点。こっからよ。このツーアウト二三塁から、滝沢健太、外崎がね、1点も取れずね、2点で終わったっていうね。だからまあ、ここ、もうぶっちゃけ源田でスクイズとかでもよかったよね。それでも、この滝沢で取れればよかったけど、ワンアウトになってから、源田も現状、打率が2割4分7厘でしょ。そう考えると、ね、バントとかもう上手いんだから、セーフティースクイズだったりとか、ここは作戦してもよかったよ。結局このね、もう1点取れて、最低でも取れたかなっていう中で、まあでもそれでもね、3点先制した中で、で、問題の3回表、ね、ワンアウトから高橋コーナー、若槻、福田、西野とね、3者連続フォアボール。で、ワンアウト満塁から中川犠牲フライ打って、で、森がヒットで繋いで、ツーアウト満塁から、紅林をね、センターへのタイムリーツーベース、ね、走者一掃、一気に逆転。もうこの回だけだからね、高橋コーナー。どうしたんやっていうね。でもその中で、これ負けたのかなって思う中で5回裏ね、ツーアウト一塁から昼間がね、ライトへタイムリーツーベース。この外崎ね、ファーストからの全力疾走良かったね。ぐっそり。で、同点になって、どうなるのかなっていうところで、9回表ね、アブレイユ、4対4の同点から、先頭西のフォアボール。結局、この試合のライオンズはね、フォアボールで全部やられてるんだよ。で、中川がレフト前ヒット。で、ワンアウト一塁から森がね、タイムリーツーベース。そしてまた紅林西の連続フォアボールだからね。で、最後は宗がね、センターへのタイムリースリーベースで一気に5点だからね。まあ、これ決まったかなっていうところでね、まあ、この5点取って、9対4だからね。だからここでピッチャーね、左だ、バッター、西川左だから、まあ、富山でできてね、こう内野安打。ね。で、チャンスを作って、昼間がね、タイムリーヒットを打つけども、まあ、5点は痛いよね。9対6でね、オリックスの戦勝っていうところになるけども、まあ、西武としては2回、まあ、結果どうなったかわかんないけど、2回、もう1点確実に取れたらよっていうところと、やっぱりフォアボールからの失点っていうところがね、この試合痛かったかなっていうね。でも、オリックスは結果このね、東が投げて、阿部、本田、富山、吉田、マチャドと、ね、リリーフデーもありながら今週ね、このピッチャーをね、使いてしまったっていうところがね、後々響いてくる。次の試合です。さあ、そして西武対オリックス26日土曜日の試合6対5西武の逆転勝利というね、ところで、オリックス先発外に6回3分の1、94球、9安打2三振、1四球、6失点。まあ、7回に捕まってしまうっていうね。で、西武先発渡辺、5回97球、6安打4三振、2四球、3失点っていう中で、まあ、ギリ踏ん張ったかなっていうね、ところの、ピッチングでしたけども、西武としては、2回裏ね、中野拓也、史上10位っていうね、ホームラン数。レフトスタンドへ高めのね、若干ボール球だったけども、しっかり引っ張り込んで1点先制。しかしオリックスね、これ取られてもすぐ行くとこがいいよね。で、3回の表、セントフグがね、フォアボール。もう西武はフォアボールから、このね、2試合。で、西野が送りバンドを決めて、中川がね、内野安打。そして森がレフトへタイムリーツーベースからのワンアウトです。2、3塁。紅林がね、初球をライトにね、きっちり犠牲フライを打って逆転。しかし4回ぐらいね、西武も粘り強く、先頭ね、滝沢フォアボール。こちらもフォアボール。そうだ。ね。で、中村武レフト前。で、ツーアウト一三塁で、岸がね、センターのタイムリーヒット打って同点。しかし、すぐさまオリックスはね、5回表。ワンアウト一三塁のチャンスを作って、森のね、セカンドゴロの間に1点勝ち越し。ここね、ダブルプレー体制だって、まあ、若干一塁間寄りだったからね。で、森が左やっていうところで、まあ、あれをね、まあ、無駄なくね、ダブルプレーしたけども、あれちょっとダブルプレーちょっときつかったね。だから、ここはもう、セーブとしては仕方ない。で、6回表、ピッチャーね、渡辺から田村に代わって、大田岡次がヒット。で、2アウト1、2塁から西野がね、ライトへタイムリーヒットからの中川がレフトタイムリーヒットに2点。で、5対2。まあ、このままね、行くかなと思ったけども、7回裏、蛭間岸連続ヒット。で、ノーアウト1塁から平沼が、ライトへタイムリーヒット。で、ここがセンター前ヒットで、ノーアウト満塁から、代打佐藤がセンター犠牲フライ。で、源田がレフト前ヒット。で、児玉代打アウトになるけども、外崎がレフトへ逆転タイムリーヒットというところで、一気に4点、6対5、逆転勝利というところでね。で、8回からは、平井が上がって、フォアボール一つ出すけども、無失点。で、9回アブレイユが三者凡退に抑えて、6対5、逆転勝利というところで、西武はね、きっちり逆転できたっていうところも大きかったし、與座がね、今季初登板で初勝利っていうね、リリーフでね、勝ち切れたっていうところもあるけども、このね、問題はね、オリックスで、結局、木曜日リリーフで、ね、ブルペンデーでリリーフいっぱい使って、で、金曜日も、東がいい感じで長いイニングいけなかった。で、最後バタバタしてまたピッチャー使っちゃったっていうところで、もう、ブルペン使えないのよ。これがね、ブルペンデーのデメリットなのよ。ブルペンでやって、その場しのぎ的にはいいけども、その後競い合った試合のところで、変えたくても変えられないね。だから中島監督がね、7回投げて欲しかったっていうところもあるけど、それは変えられないのよ。で、活かせれない。ね、その、ブルペンデーの歪みが来てんだよね。だから、正直変えるってなるタイミングは、ノーアウト1、2塁から平沼にライトへタイムリーヒットを打たれて、ノーアウト1、2塁、小柄の時に変えなきゃいけないね。変えるタイミングとしたらね。でも結局変えれないのよ、ピッチャーがね。で、勝ち投手のピッチャーは本当は行かなきゃいけない中で、行ききれない。これがね、ブルペンデーのね、デメリットなんだ。で、まだね、日曜日、本当はね、山下俊平太っていうね、ところだったけども、ちょっとアクシデントに投げれないっていうところで鈴木宏。またブルペンデーなのよ。で、そうなってくると、まあ、このね、まあ人数もあるけど、もう佐藤とかね、支配下にして、ね、2軍でいいピッチングしてるから。で、もう先発やらすとかしないと、もうこの5月で、しかも交流さないとずっと6連戦だからね、これ疲弊してしまうね、まあ怪我人が多いっていうところもね、中島監督の頭が痛いところだけども、だからそういった時に育成の先発投手を、ね、支配下にして、もうそれを先発に当てる。ね。そうしないとやっぱり、まあリリーフデーの時にね、ブルペンデーの時に勝ったからまあ良かったけどね、この絶対勝てる試合をものにできなくなるっていうところは痛いからね、そこら辺、ちょっと全体的、球団としてのマネジメントがね、必要になってくるかなっていうところはあるけどもね、西武としてはね、その隙を突いてしっかり逆転勝ちはね、グッゲームだと思います。26日、西武対オリックス5対2で西武の逆転勝ちっていうね、いうところでしたけども、まあオリックスをテーマに言うと、取れる時に点取ってないからこうなるんですよ、っていうね。まあオリックスはね、山下俊平太がね、ちょっとね、アクシデントがあって、まあ、週に2回目のブルペンデーっていうところで、鈴木、高島、山田、佐伯、本田、佐伯、グッピッチ。ね。いい球投げてたね。これはね、試合感になって見どころあるんでね、もっともっと頑張ってほしい。で、阿部、町田と、小立場っていうところで町田をね、敗戦投手。西武は某高橋、佐藤、増田っていうところでね、まあ最小失点に置かれて、しっかりね、佐藤が勝ち切った。やっぱ某もやっぱ安定してて、やっぱ去年に比べると本当良くなってるね。いい感じでね。で、オリックスでね、取れる時に取ってないからこうなるっていうところが2回ね、森がツーベース、で、紅林がね、内野安打っていうところで、ノーアウト1塁のチャンスを作って大高送りバンド。で、ワンアウト2、3塁から西川がショートフライ、若月三振っていうところで、ここで1点でも取ってたらね、状況はだいぶ変わったんちゃうかと。でもね、7回表、ワンアウト三塁から西川が犠牲フライ打って1点先制するけども、8回裏ね、ピッチャー阿部に代わって、鈴木がセンター前で源田が送りバンドを決めて、ここがアウトになるけども、その先ね、レフトへ同点タイムリーツーベース、中村武也ね、フォアボールで広間タイムリーね、で岸がね、とどめのレフトスタンドでスリーランホームランっていうね。だからまあこのね、その先からね、急遽ね、阿部に代わってマチャドに変えるけどもね、まあ、マチャドはね、9回多分予定しちゃったと思うけど、まあ、間足でなんとかっていうところでもね、まあ、抑えきれず、まあ、9回ね、森のホームランで1点返すけども、5対2。もう西武は本当にワンチャンものにしたっていうところではね、いい形の勝利だけども、結局やっぱりね、リリーフ、この1週間オリックスめっちゃ使ったと思うんだよね。それがやっぱり最後のサイズの子に歪みが来て、勝てる試合を勝ちきれなくなったっていうね、まあ台所事情厳しいっていうところもあるけども、まあなかなか苦しい展開で、まあここからね、交流戦入っても6連戦が3週間続くからね、その中でどういう風なマネジメントをするのかっていうところが、まあ中島監督になって最多の借金6だから、まあ借金6ぐらいこの交流戦でね、返そうと思ったら返しきれるからね、そこをどういう戦いするのか注目していきたいと思います。まあ結果ね、西武の2勝1敗で勝ち越しでした。セリーグ、DNA 対広島、24日の試合、5対2で広島の逆転勝ちっていうね、ところで、広島の先発大瀬良、7回3分の1、112球、4安打5三振、4四球1失点、まあ、4つね、フォアボール出しながらもね、初回の1失点だけで非常に粘り強いピッチング、ね、DNA 先発東、8回113球、10安打7三振、無四球1失点、こちらもね、素晴らしいピッチングで、DNA はね、初回先制、ワンアウトからオースティンセンター前、サンドライト前で続くフォアボール。で、ワンアウト満塁から山本がね、ライト犠牲フライを打って、先制していくんだけども、まあ、ここね、2回裏、先頭7番林ツーベース。で、柴田センターフライ。どうなんやろな。9番ピッチャーやけど、ここは確実に進塁させなきゃいけないんちゃうかって、俺は思っちゃうんだよね。で、東だったら、ワンアウト三塁でなんかできたんちゃうかっていう。まあ、こう難しいけどね、どうなんやろうっていうね。で、2回から6回、2回から5回まで三者凡退。で、6回ね、オースティン出るけども、ダブルプレーっていうところで、あとね、DNA は7回裏ね、山本ツーベース。で、森が三振。いや、こここそ進塁楽だなあかんやろっていうね。だからなんかね、細かいことできなさすぎ。それだったらもう俺バントした方がいいと思う。だから DNA はね、あんまりバントしないんだけども、バントしない代わりにヒッティングの中でも、細かいことをしながら、もちろんヒットを打てるのはね、一番いいけども、打てなくても、ランナーを進めるとか、だから日本ハムの軍事みたいにやるとかね、っていうところで、得点機をしっかりっていうところもあるけども、できひんのだったらもうバントした方がいいんちゃうかって俺は思うけど、DNA ファンの皆さんどうですか？でね、広島もね、攻撃、ね、チャンス作るけども、なかなかっていうね、ところで3回でもね、2アウト1、3塁チャンス作るけども、矢野がセカンドゴロ。だから東はね、踏ん張るんだよね。で、5回3者問題から6回ね、2アウトから小園センター前。で、正眼レフト前ヒット。で、ここで坂倉がね、ショートゴロっていうところで、ここね、東の踏ん張りっていうところもね、大きいしね。あとこの4回でもね、このワンアウトからライト前ヒット。で、末金がね、センターツーベース。で、坂倉三振、ウーザー三振っていうね、東くんピッチ。踏ん張っていくし。でもね、ここ一つ気になるのがね、センター海老名ね。このワンアウト一塁から末金のね、センターへの打球ね、前に飛びついてね、で、取れなくて。で、まあツーベースにしちゃうんだけども、まあギリギリだったからね、俺はね、あれ、まあ、あれ攻めたらもう、チャージ、思い切ったプレーできないからね、まあ仕方ないと思うんだけども、俺、あれ飛びつくんだったら、この6回表の2アウトからの小園のセンター前も飛びついてほしかった。正直。ちょっとひよったんかなっていうね、1回ミスっちゃったから。同じぐらいだったと思うよ。あれも、だって、どっちかっていうと、この4回の方がランナー1塁いるから、飛び込んで後ろになったら絶対ダメなんだよ。もしヒットだったら1、2塁。飛び込んだったら2、3塁になるわけだ。しかもワンアウトで。ね、だからどっちかっていうと、4回の方が状況的には飛び込んじゃダメだったんだけども、でもあれはアグレッシブさをなくなしてないから、俺はダメやって言いたくないんだよね。でもあれを行くんだったら、この6回ランナーなしだから、小園のやつも飛び込んでほしかったね、前。俺はそういったところも、ちょっとずつなんかね、一回ミスってもアグレッシブにどんどん俺はね、海老名に行ってほしかったなっていうね、ところはあるよね。でもそこピンチを作ってもね、しっかり東が踏ん張って、でね、8回、2アウト3塁からね、で、ここもね、先頭、秋山がセンター前、で、矢野が送りバントを決めて、で、菊池のショートゴロの間にランナーね、秋山3塁行って、で、2アウト3塁からね、小園のファーストゴロ、ね、1、2塁間、オースティンがダイビングで取って、ね、取ってからのファーストスローで完璧なプレー。東のバックアップも完璧なプレー。でも、小園のね、早くて、セーフっていうね、同点。疑問ね、別に攻めてるわけでもないし、文句言ってるわけでもない。疑問。で、ここね、セカンド林、取れたと思うの。後ろ、オースティンが取んなかった場合。そしたら、どうだったんやろうって思うの。4-3 でオースティン出ていかないで。だから、抜けると思って飛びついちゃったんだよね。でもあれ飛びつかないで、ファーストベース戻って、林いるから。で、林が取ってファースト投げたらどうなんだろうって、俺、ファーストじゃないから分かんないけど、いつも思うんだよね。いや、飛びつかなくても後ろいたよっていう。そしたらそれでアウトになってたんじゃないのって思うんだけども、どうなんやろねっていうね、疑問です。別に、ファーストの気持ちもあるしね、ただの疑問です。セカンドの気持ちもあるしね、ただの疑問です。ただ後ろもいて、後ろもが取った方がアウトになったんちゃうかって俺は思うんだけどね。まあでもここはね、プレーとしてはもう素晴らしいプレーだった。ね、で同点になって延長ね、9回ピッチャーね伊勢が上がって2アウトから小園が、勝ち越しのライトスタンドにホームランで末金が2打席、2者連続のホームランで坂倉ヒットにつないで野間がホームラン1イニング3ホームランで一気に4点っていうねで裏に、宮崎がタイムリーで1点返すけども5対2ということでカープのね素晴らしい逆転勝利。いろんな疑問はありましたけども、まあ、DNA としたら、打って進塁打、打てないんだったら、もうパンとした方がいいんじゃないですかっていうのと、カープの中で言うと、カープの中の疑問、そんなないね。頑張ったね。非常にいい試合でした。はい。DNA 対広島、25日土曜日の試合、9対6、広島逆転勝ちというところで、広島先発玉村、3回70球、6安打2三振、1球1デッドボール5失点と、粘りきれず、2回の5失点以内ね。DNA 先発中が、4回3分の2、102球、9安打3三振、1球、こちらも5失点。勝ち投手の権利がもう少しだったのにっていう。中がでもね、前回に比べるとね、ちょっと起き上がるの早いよ。こう、パッて。起き上がるの早いから、体と手が遠くなって、ボールの威力が、いまいちついてない、キレが落ちてるところがね、多分痛打されたっていうところと、あとはカーブで、打撃陣が逆方向意識したっていうところがね、非常に良かったんじゃないのかなっていうね。その中でね、初回広島、秋山がツーベース、で、野間がしっかりファーストゴロで進塁打打ってからの菊池のレフトタイムリーヒット。で、2回の表、ワンアウトから、矢野がライト前ヒット、で、林がフォアボール。で、このフォアボールのところでもね、矢野がしっかり盗塁して、で、フォアボール。で、ワンアウト一塁からまた矢野が三塁ね、盗塁っていうね、ここら辺、ちゃんとやんなきゃ、中川も。これも3投はピッチャーの責任よ。ね。で、ワンアウト、一三塁やってる。で、ここね、ファーストランナー、本当は林もついてきたらいいけども、もういけなかったら無理していかないのもね、正解だから。万が一一定セカンド上げられたアウトになったらね、たまったもんじゃないからね。で、ワンアウト、一三塁から玉村がね、最低限バットに当てて、三塁にね、ちょっと弾んだバウンドのゴロだったけども、三塁ランナーやのが、好スタートで1点っていうところでね、ヒット1本で、盗塁2つ使って、ね、しっかり1点取るっていうカープ野球ね、非常にグッ攻撃。はい。で、2対0になるんだけども、2回の裏ね、先頭ね、筒香の、センター前ヒット。で、宮崎、レフト前ヒット。で、大和、デッドボール。この大和のデッドボールはね、多分俺痛かったね。で、ノーアウト満塁から伊藤のね、センターへタイムリーヒット。で、その後、知能の押し出しフォアボール。で、中川がレフト、タイムリーヒット。中川、二刀流、ナイスバッティング、野手かっていうぐらいの。で、海老名がレフトタイムリーヒットで一気にね、5点。でもまだノーアウト一塁からね、オースティンがヒットでノーアウト満塁。ここからね、取れたよ。ノーアウト満塁で佐野筒香で三振ダブルプレイだから、ここで最低でもまだね、結果論で言えばね、まだまだ点取れたっていうところを取り切れなかったのが痛かったかなっていうね、ところもあるんで、結果から言うとね。でも5対2、しっかり逆転した中で、4回表ね、2アウトから、林がツーベース、そしてウーサがね、レフトタイムリー。ツーベースっていうところで1点返して、で、5回にもね、ツーアウトから小園レフト前、で、末金ライト前、で、ツーアウト1塁から、坂倉がね、センターへ、タイムリーツーベースっていうところでね、しっかり同点になるっていうね、地道にっていうね、ところもあるけども、このね、4回、ね、ツーアウトから橋のセンターオーバーツーベース、これね、センター海老名がね、前出てきてんの一瞬前、目測を誤って一瞬前出てから後ろ行ってね、万歳気味にレフトセンターオーバーだから、これ痛かったよ。そのまま後ろ下がってたら取れたかもわかんないから、そしたらこのまま中川の勝ち投手もあった中で、俺は見逃さないよ。そういったところエラーもついてないけども、一瞬前出てきたのね、見過ごさない。このね、判断、ミス、痛かった。でも、5対5同点になったけども、5回裏にね、先頭宮崎ツーベース。で、大和がね、しっかり右打ちしてね、前日からの反省、右打ち。まあ、前日からの反省って言っても俺の声は聞こえてないと思うけども。で、ワンアウト三塁になって、伊藤がね、しっかりレフトで勝ち越しヒットで逆転勝ち越しっていうね。このまま終わるかなって思ったけどもね、8回表、2アウトから石原がね、山崎康明からレフトスタンドで同点ホームランっていうね。だから、この試合も、広島2アウトからがね、しっかり得点できてるのは大きいよね。4回からも2アウトからツーベースとタイムリーだし、5回も2アウトから3連打でね、タイムリー2点っていうところで、この粘り強さね。ね。で、問題の12回表ね。先頭小園がね、ツーベース。で、ここで末金ね、ショートゴロなんだけど、ここでよ、この1週間で末金3本ホームラン打ってるのよ。その末金にバンドさせるっていうね、このね、新井監督のね、センス、勝負感。これがね、こういったところやっぱ勝ちでいくためには、そのホームラン打っててもバントなのよっていうね、ここ末金はね、バントちゃんと決めなきゃいけない。こう作戦完璧。そういったところはね、もちろん打つことの練習も大事だけども、そういった勝負どころのバントっていうのはね、ここを反省に生かして、シーズン終盤もっと大事になってくるところあるからね。それね、きっちり決めるっていうことがね、大事になってくるけど、このね、サインを出したね、広島ベンチ、素晴らしい。はい。まあ、それでね、決めがなくて、進塁もさせれなかったけども、坂倉ね、ライトへ勝ち越しタイムリーヒット。で、その後ね、二股もタイムリーヒットで、一気に3点で逆転勝利っていうところではね、非常に素晴らしかったと思いますけども、まあ、DNA で気になったのがね、まあ、ここだね。まず9回裏、ピッチャー栗林、ワンアウトから、筒香ライト前ヒットで出塁。で、ここでダイソー的な。まあ、これはわかる。これはまだわかる。ね。一気にサヨナラだからね。宮崎の、長打でね、サヨナラっていうのもあるからね。でも、ワンアウト1位から、宮崎フォアボール。で、ダイソー柴田。これわかんない。全く。で、山田がレフトフライで伊藤が三振して、1点取れずっていうところで。いや、筒香のダイソーまではわかるけども、宮崎のダイソーはマジいらんで。本当サヨナラの場面で一二塁の一塁ランナーのダイソーって、まあ、強いて言ったら、まあ、三遊間の深いところを取って、ファーストもいいだけど、セカンド投げて、ホースアウトを防ぐぐらいしかね、考えられない。あとはまあ、宮崎のは何かしらのコンディション不良があって変えたんだったらわかる。その可能性も否めない。でも、何もないのに柵で変えるは、わかんない。だってこれ、延長入ったらもう一回回ってくる可能性あるからね。宮崎は。だから、筒香のダイソーまではまだわかるかなっていうね。っていうかまあ、ダイソー出した方がいいんちゃうかって、筒香の特攻は思う。もしくは関根に盗塁させてもよかったんちゃうかとも思う。走れるんだったら。でも宮崎のダイソーはよくわかんない。だから結局だってさ、11回に、関野がデッドボールで、2アウト1塁から柴田回ってきてるからね。ここで宮崎だったら、もうひょっとしたらホームランとかあるかもしれないし、オースティンも途中で変えてる。で、筒香、宮崎もいなくなった。延長どうやって点取んねんっていうね、ところもあるからね、結局ね。で、10回にもね、山本が先頭でセンター前。で、林がね、送りバントダブルプレーになるっていうね、バント失敗。ようわからなかったな。DN1 の皆さんはどう思いますか？俺はよくわかんなかった。でもカープのね、末金にもバントってね。これはね、非常に素晴らしい采配だとさっき思います。広島逆転勝ち、2連勝。さあ、日曜日どうなるんでしょうか。DNA 対広島、26日の試合、2対4で広島の勝ちということで、このカード広島の3連勝になりました。日曜日ね、広島先発アドバ、6回115球、8安打3三振、2四球2失点とね、まあ2失点するけども非常に6回ね、試合も作ったし、いい感じのね、勝ち投手。その後ね、堀江、矢崎、栗林とね、ランナーを出すけども、しっかりね、粘りの投球でね、いい形の、ホールドとね、セーブを上げて、で、DNA 先発大抜きね、6回98球、6安打4三振、1四球2デッドボール3失点っていうね、まあ初回の2失点が痛かったけどね、まあその中でね、広島は初回、先頭ね、秋山フォアボール、矢野がね、三振するけども、盗塁成功。で、ワンアウト二塁から野間がね、タイムリーヒット。で、小園が繋いで、末金アウトになるけども、このね、坂倉の時に、一三塁からね、ダブルスチールでね、本塁生還っていうね、もう初回からやってくるっていうね、今もうカープ攻撃ハマってるね。で、2点先制して、しかしね、1回の裏、先頭バッター海老名がね、レフトサンドでホームラン打って、これすぐ追いついたっていうのも良かったしね。しかし広島はね、4回表、坂倉、田中、そして、連続ヒットから石川がね、デッドボールでノーアウト満塁。あとは三振するけども、秋山がしっかり犠牲フライ打って、最低限ね、1点を取るけども、4回の裏、すぐにね、DNA もエベナのね、タイムリーで、これね、1点返すんだけども、ここね、ワンアウトから森センター前、そして林がね、フォアボールで、ワンアウト1塁で、ここね、大抜きスリーバント失敗するんだけど、ここ最低送ってたら、ね、まあ、これ、たらればで結果論だけどもね、2、3塁にしてたらエベナのヒットで同点になってたのにっていうところでね、やっぱ大抜きはそういうところね、きっちりやんなきゃいけないんちゃうかっていうね。で、8回にもね、2アウト3塁から石原がね、レフトにタイムリーツーベースを打って4点のダメ押しっていうところで、まあ、このまま逃げ切るっていうところだけども、まあ、DNA 的にもね、毎回、チャンスあるのよ。2回の裏ね、山本センター前で森がね、エラーで出塁して、ノーアウト2、3塁から、林セカンドゴロ、大西ね、セカンドフライ、で、海老名ショートゴロっていうところで、まあ、ここね、まあ、9番に向かっていくっていうところでね、非常に、難しかったなっていうところもあるし、まあ、3回にもね、佐野がツーベース打つけども、後続がね、続かず。で、5回にも筒香ヒットを打つけども、後続続かずっていうね。で、6回にも先頭堀がね、センター前ヒットを打って盗塁するけども、ね、そこから後続続かずっていうね。で、7回もね、筒香ヒット。で、宮崎フォアボール、ワンアウト一塁チャンス来るけども、山本森が続かずっていうね。で、8回でもね、ワンアウトからね、戸柱がツーベースを打つけども、後続続かず。ね。で、9回にもね、筒香がツーベース打つけども、後続続かずって言って、チャンスはめちゃくちゃあるけども、最後の1本打てなかったっていうね、ところが、まあ、惜しい敗戦。ちょっとね、DNA ファンの人もストレスが溜まる。逆にカープはね、常にピンチだけども、しっかり抑え切ったっていうところがね、まあ、この3連勝ね。まあ、こういったね、1本出るか出ないかだからね、この勝ち負けはね、そういったところをしっかりね、カープがものにした。結局ね、初回のダブルスチールがね、大きかったんじゃないでしょうか。結局ね、カープ、3連勝でした。中日対ヤクルト、24日の試合、5対2でヤクルトの勝利というところでね、ヤクルト先発サイスリード、6回3分の2、99球、4安打2、3、2四球、1失点、まあ、ハイボール、ローピッチっていうね、ストレートを高めに投げて変化球低めっていうところでは、自身の投球が生きたかなと。まあ、勝ち方投手のね、権利つけてあげたかったけど、ちょっと同点に追いつかれたんでね、つかなかったけど、先発のヤクルトとしては十分かなと。で、中日先発ね、涌井、6回100球、5安打6、3、4、2四球、2失点っていうところ、だけどもね、自責点ゼロだからね。それはもう攻められない。で初回ね、ワンアウトから、長岡のサードゴロ、福永ね、ファーストへ悪送球。で、その後村上にツーランホームランだからね、痛いこれは。山田打ち取ってるからチェンジだったのに。これ、ね、ミスからだからね、痛いよね。でもよくね、この7回裏、細川借りして連続フォアボール。で、リカーソン、岡林、アウトになるけども、木下のね、センターへタイムリーヒットで1点取り返して、ね。で、8回にも、ワンアウト1塁から細川のね、タイムリーツーベースで同点に追いついた。これ粘り強さっていうのはね、ドラゴンズあるんだけども、まあ、この試合はね、ヤクルトの守備力が上回ったっていうね、ところが、まあ、守備でね、結局最後はまあ勝ち切ったっていう、このね、守備の好プレーはめちゃくちゃ大きかったかなっていうところで、このね、6回裏、2アウト1塁からね、代打石川のファーストね、オスナが、ピューって適当に投げちゃうんだよ。適当に。あれマジダメ。もう無理なことしちゃダメ。あれ失点しなかったからいいけどね。その後福永のショートゴロをショート長岡がね、三遊間ダイビング取ってセカンドに投げてね、まあリクエストもあったけどもね、ギリギリアウトにするっていう、この好プレーがあったから無失点で言ったけども、オスナあんな適当なことしちゃダメ。ね。で、その、後で言うと、8回もね、2アウト1、3塁から岡林のね、ライトフライ、ライトね、山崎がスーパープレーでキャッチっていうところで失点を防いだっていうところではね、この長岡山崎のね、素晴らしいプレーっていうのはね、このね、最後勝ちに向けて大きかったかなと。で、10回表ね、ピッチャーライデル・マルシネス出てきて、長岡ライト前ヒット。で、竹川送りバント。で、村上がね、一塁空いてるから敬遠。で、岩田デッドボール。このデッドボール痛かったね。で、オスナ打ち取るけども、ツーアウト満塁から西川がね、押し出しのフォアボール。で、代打川端ね、セカンド内野安打。で、ちょっとマルチネスをね、交代したっていうのもあるけども、まあ、マルチネスが初失点っていうね、中で、まあ、よく勝ち切ったなっていうところもあるし、まあ、このね、村上の申告敬遠がどうなのかっていうね、議題もあるけども、まあ、ホームラン持ってるしね、まあ、この申告敬遠、わからなくもないけどね。まあ、あとはもう信頼関係だからね。強いて言ったらマルチネスにどうするって聞いてもよかったかもしんないけども、まあ、これはもう結果論だからね。是非は問えないけども、まあここまでライデル・マルチネスが完璧に抑えてるっていうところを考えれば、村上と勝負してもよかったかなっていうところもあるけども、村上が打った可能性もあるからね。これはまあなんとも言えない作戦だからね。でも岩田のデッドボールがちょっと痛かったかなと。でも逆にね、ヤクルトはこのライデルからね、得点を取って勝ち越したっていうのは非常に大きな勝利なんじゃないでしょうか。中日対ヤクルト、25日の試合、1対0で中日の勝利というところで、中日先発メヒア。7回121球、3安打6三振、1四球無失点、グッピチ。いや、まっすぐのコントロールも良かったし、フォアボール1個だからね、低めの変化球もぶり曲がってたし、いいところに落としてたっていうところではね、非常に良かったんじゃないのかなっていうね、中で、まあ、ここまでね、5月3日以来っていうところもあるけど、ちょっとバタついてたからね、今年開幕。もっと俺はね、メヒアはもう投手陣の柱ぐらいになっていくんじゃないのかなって去年のピッチング見てたら思ってたけども、ちょっとバタバタねしてたっていうところもあって、約3週間ぶりの登板になったけども、非常にね、素晴らしいピッチングで、ヤクルト先発ヤフレ7回86球4安打4三振2四球1失点っていうところで、まあ、2回のねディカーソンの第3点ライトでなホームラン、まあ、1点のみだからね、これはまあ攻められないかなっていうねところで、まあ、ヤクルトねほぼノーチャンス、まあ、1、2、3とね、ランナー出すけども、連打続かずっていうところでね、もう3回以降はフォアボールのみだからね、ランナーも出ず、ちょっと完敗かなっていうね。で、ドラゴンズは、ディガーソンホームラン打った後、カリストセンター前、岡林センター前、ノーアウト1、2塁から8番、木下ね。まあ、ここバントかどうか問題あるけど、やっぱセリーグって9番にピッチャー入るから難しいよね。そこら辺、何がわかんないけども、ここでね、木下が、ファースト、ファールフライ、オスナがね、バック気味に取ってね、カリステが三塁にタッチアップしたけども、オスナのね、素晴らしいスローイングで、カリステをアウトにするっていうね。まあ、カリステ、俺良かったと思うね。もし三塁行けてたらさ、メヒアでワンチャンあったわけじゃん。だからアグレッシブさは俺は良かったと思うね。オスナが素晴らしいプレーだったと思うんでね。ちょっとでも隙があったらついていこうっていうプレーはね。まあ、俺は悪くなかったと、思いますけどね。で、中日もね、その後ほぼノーチャンスっていうところでね、まあ3回裏もね、村松先頭で出るけども、田中美希は463ダブルプレーあったりするけども、まあ、ヤフレのね、素晴らしいピッチングでノーチャンスっていう、ね。この試合ね、一番しびれたのね、9回、ピッチャー、ライデル・マルチネス出てきました。ね、前日ね、ちょっと交差あって大丈夫かなっていうところもあったけども、ね、元気にね。で、長岡ね、前日と打たれたけども、セカンドゴロ、山田三振。そんで最後、2アウトからね、村上との勝負がね、しびれたね。前日、申告敬遠、ね、当日、どうなるのかっていうね、ところで、なんと見事に三振、高めのストレート。これが、俺やーっていうね、あれはドラゴンズファンの皆さんも痺れたんじゃないですか。だからもう、ね、前日は申告敬遠かな、もうありなのかなと思ったけども、もう今後一切、なしです。どんな状況でもライデルに勝負させましょう。それがライデル。ね。どんな相手がどんなバッターでその試合どんだけ打ってても、もうライデルの時は全部いけと、ね、勝負しろと、ベンチはもうさせないと、申告敬遠しないと、ね、もう本人が敬遠したかったらしろと、ベンチはもうお前と一年託そうや、信じろ、いけで、俺はいいと思いますけども、ね、これを見たら、勝負の気迫見てね、打つと、後の気迫見たら、敬遠はしません、ね、っていう感じで、ドラゴンズファンの皆さん、さっき思いますけど、どうでしょうか。ね、まあ、これね、メヒア・ライデルの素晴らしいピッチング、ディカーソンのほぼ外国人3人でね、勝利を決めた一戦、素晴らしかったんじゃないでしょうか。中日対ヤクルト5対0で中日の勝利ということで、このカード中日の2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、中日先発中地、1回11球、2三振、無失点、交代。なんか右足痛めたらしくて、いい感じで立ち上がったのにね、ちょっともったいなかったなと。しかもね、ドラゴンズは、初回ね、村松フォアボール、田中幹也がね、送りバントを決められずね、アウトになって、しかし石川がね、ツーベース。そして、ワンアウト2、3塁からね、細川がショートゴロの間に1点取って、リカーソンデッドボールでビシエドのね、ライトでタイムリーで2点、いい形で先制して、で、3回裏にもね、石川がタイムリー、そしてリカーソンタイムリーっていうところで、4点、で、6回ダメ押しのね、田中幹也タイムリーヒットと、いい形でね、効率よく点取れたっていうところはね、非常に攻撃陣も良かったし、守備陣もね、ちょっと中地がね、バタバタしたけども、その後ね、橋本勝野、藤島清水、斉藤、松山っていうところでね、ヒット3本しか打たれてないからね、もうヤクルト的にはもう完敗だね。何もすることできなかったっていうね。で、急遽登板のね、橋本、グッピチ。ね、ここはね、めちゃくちゃ緊急登板だったけどね、しっかりこのね、1回だけじゃなくて2回ね、3分の2を抑え切ったっていうところもね、良かったしね。で、4回ね、サンタナ、ライト前で村上フォアボール出して2アウト1塁のピンチを作った時にね、スパッとね、オスナの時に勝野に変えたっていうベンチワークもね、素晴らしかったし、で、勝野がね、このピンチでオスナをね、三振取れたっていうところも非常に多かったんで、あそこでパーンってもしヒット出たらね、またあとバタバタしてた可能性もあるからね、逆にヤクルトはそこでもし1点でも取ってたら、まあ状況がね、ちょっとは変わったかもね、わかんないっていうところはあるけども、まあ全体的には完敗だったんじゃないでしょうか。ね。まあ、ディカーソンもね、いい形で、打ってきてるしね、非常に打線もいい形で勝負強くね、投打のバランス合ってきてるんでね、交流戦楽しみなチームであることは間違いない。結果はね、2勝1敗ドラゴンズの勝ち越しでした。さあ、そして伝統の一戦、阪神対巨人24日の試合、1対0で巨人の勝利ということで、戸郷翔征、ノーヒットノーラン達成。グッとビッグンからのスパイラル流星内野が素晴らしいです。ね。沢村栄治さん以来、対阪神甲子園、巨人、ノーヒットノーラン、沢村栄治さん以来だよ。1リーグ制じゃん。2リーグ制始まってから初めてっていうところで、沢村栄治さん以来っていうのはなんかこの重み感じるね。歴史感じるね。東郷よくやったねっていうね。ところで、まあ1対0。もう阪神としてはね、これはもうなすべない。東郷がね、本当に素晴らしいピッチングというところで、9回123球、ノーヒット、5三振1四球無失点、素晴らしいピッチング。で、阪神先発及川、4回3分の1、70球、4安打2三振2四球1失点。まあ、及川も良かったけどね、最後ちょっと爪がね、爪じゃない、豆が割れたみたいでね、降板に、なったけども、ね、まっすぐカットっていうところも良かったし、まあツーシーム。だからもうちょっとね、ツーシームかチェンジアップ、もうちょっと、今回ツーシームばっかりだったけど、こうツーシームの精度がね、もっと上がっていったらね、伊藤将司みたいなね、めっちゃいいピッチャーになれると思う、俺。今日のピッチング見てたら。若干入れていく球、ツーシームも投げてたけどね、若干入れていく球多いから、ツーシームがもっともっと磨きかかったらね、もっとすごいいいピッチャーになるんじゃないのかなと。で、その中でね、ジャイアンツは5回ね、ワンアウトからオコエがレフト前ヒット。で、この糸口の時にね、盗塁成功。これがね、エンドランだったのか、ランエンドヒットだったのかわかんないけども、ね、及川のスライダー、カットボールがね、ワンパンになって、溝口がね、空振りするんだけども、ワンバウンドのね、坂本ナイススロー。あれ、何気に難しいからね。でも、セカンドへ送球が、またそれがショートバウンドになったことによって、まあ、ショート木浪がね、処理できず、足がサッて入ってね、盗塁成功になったけども、で、それでね、ワンアウトに、で、伊豆口がね、レフトにタイムリーヒット、伊豆口、ゴロって、ね、このお声。で、そう、この1点だからね、守り切ったっていうね。でも、阪神ね、9回裏の攻撃ね、先頭木浪ね、フォアボール。このフォアボールがやっぱり去年からね、続いてきてるおよさだな、なんかあるかなと思ったけどね。で、ここで代打を奪ったね、追い込まれるけども、しっかりね、送りバントを決めて、近本のファーストライダー。ね、まあ、こういうね、正面つくっていうのもなかったらなかなかノーヒットノーランできないからね。で、なかなか最後ね、フォークボール三振して、フォークボールの前からのバックドアの外スラも良かったね、いい感じで。ね。で、見事にね、ノーヒットノーラン達成。さあ、時はね、対オリックス戦、ね、古谷の9回2アウトまでノーヒットノーランで、最後ね、追い込みながらスライダーを坂口にスリーベースを打たれて、1安打完封になっちゃうっていうね、悲惨をノーヒットノーラン見るために思い出します。あそこに一言言っといたらよかった。フォアボールでもいいんだぞ。これだけが野球人生心残りです。ね。でもその中で、東郷ね、グッと、ナイスノーヒットノーランでした。阪神対巨人25日土曜日の試合、こちら3対0で阪神の完封勝利、やれたやり返すぞっていうところでね、阪神先発ビーズリー、前回登板と同じようにね、グッピッチ。6回89球、3安打7三振、無四球無失点っていうね。で、巨人先発赤星。4回61球、6安打2三振、無四球に失点。赤星も踏ん張ったけどね。まあ、その中でね、阪神はね、やっぱりね、初回にね、しっかり森下がヒットを打って、もう早めにね、ヒットを打つっていうところがね、非常に良かったんじゃないのかなっていうところでね。まあ、ここね、盗塁でアウトになったり、巨人もね、しっかりね、チャンスをね、紡いでね、無失点で乗り切ったっていうところもあったけども、阪神がね、初回ヒットを打って、ノーヒットノーランの呪縛から解放されたのもね、何気に変な風景にならなくてね、良かったなっていうところもあるし、で、2回の裏ね、先頭ノイジーセンター前、梅野がきっちり送りバントを決めて、8番木浪がね、タイムリーツーベースで1点先制。で、4回裏にもね、渡辺がレフトスタンドへホームランっていうところでね、この渡辺がね、初回ね、2アウト1塁からね、チャンスの時に、こう、ツーシーム系のを詰まらされてセカンドゴロになってるのよ。だからそれのね、多分残像あったと思う。で、そこがね、この4回のね、先頭。まあ、サインはね、アウトコースのストレートだったから、ツーシームじゃないんだけども、それが投げミスしてインコースの方に抜けちゃっていくんだよね。でも、渡辺としては一打席目それある。直球破壊王子の俺がまっすぐ系を詰まらされるなんてありえないっていうところでね、しっかり一打席目の反省を踏まえて、そこを詰まらないように、逆球だったけどしっかり振り切ってレフトスタンドへのホームランっていうところは、一打席目のチャンスで詰まらされたことがしっかり反省して次生かされたっていうところでは非常にね、グッパッてね。で、5回にもね、2アウト2塁から森下はね、センター前タイムリーヒットを打って、ここもね、着実に点を取っていくと。で、巨人はね、初回、先頭ね、丸がセンター前ヒットを打つけども、坂本、吉川、そして岡本がね、続けず。で、3回にもね、先頭、伊豆口がセンター前ヒットを打って、赤星がね、送りバントを決めるけども、丸、坂本に1本ずつ。4回もね、先頭吉川が内野安打に出るけども、岡本、立川ね、岸田がね、続かずっていうところで、この序盤にね、巨人はこのね、1本出てればまた状況が変わったかもわかんないけども、序盤4イニング中3イニング先頭でランナー出すけども、後続が続かなかった、バントで送ってチャンスメイクしたけども1本出なかったっていうところがね、正直痛かったかなと。逆に阪神はね、そうやって2アウトからでも得点取るとかね、その1打席目やられたのを2打席目しっかり修正して、そこをね、渡辺直球破壊王子がアジャストしてホームランを打つっていうね、その試合の中での反省を生かされるっていうところではね、非常に粘り強く、いい形の、投球だったんじゃ、バッティング、攻撃だったんじゃないのかなと。で、阪神はね、ビーズリー6回、で、7回から石井、岩崎、ゲラがね、しっかり抑え切って、しっかり勝ったっていうところもね、いい形だし、まあね、9回、巨人はね、先頭、坂本がライト前ヒットに出るけども、ね、吉川、岡本、立川がね、立川がね、あと続かずっていうところで、まあ、先頭ランナー出すけどね、複数安打打てなかったところがきつかったよね。まあ、巨人はね、4安打でまあ完璧に抑えられて、阪神はね、しっかりノーヒットノーランされた後でもね、しっかり完封で勝つっていうところはね、強さ見せたんじゃないでしょうか。現状ね、1勝1敗の5分で日曜日どうなるんでしょうか。阪神対巨人、26日の試合、1対2で巨人の勝利、逆転勝ちっていうところで、巨人はね、このカード2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、巨人はね、打っても打ってもなかなかね、最後の1本出ないっていうところで苦しい中ね、阪神はワンチャンスものにして、そのまま逃げ切るかなっていうところだったけども、まあ、巨人先発とかのね、6回3分の1、92球、3安打4三振、1四球、1失点。っていう中でね、まあめちゃくちゃコントロールも良かったし、低めの制球も良かったし、変化球も良かったしね、非常に素晴らしいピッチングだったのかなというね、勝ち星つけてやれなかったのが残念。ね。で、阪神先発才木、7回3分の1、106球、7安打5三振、無四球無失点っていうところで、非常にね、いいピッチングで、最後ね、ピンチを招いて、桐敷ね、石井にね、バトンタッチしたけども、その後桐敷、石井もね、完璧に抑えて、いい感じのリリーフっていう中でね、巨人はね、2回、長野、伊豆口でね、連続ヒットになるけども、ワンアウト一塁、小林が4、6、3ダブルプレイだったりとか、6回もね、ツーアウトからだけども、坂本吉川が連続ヒットでチャンス作るけども、ツーアウト一塁で岡本がね、ライトフライで1本出ないっていう中、阪神はね、7回裏、ワンアウトから森下ツーベース、で、大山がレフトフライ、前ヒット、で、ワンアウト一三塁からね、渡辺亮がね、ライトへタイムリーヒット、インコースね、インコースのツーシーム、ワンシーム、内から出してね、詰まりながらもね、ライトに落とすっていうね、あれ結構いいバッティングだったね。で、1点先制して、まあ、このままね、勝ち切るかなっていうところで、巨人はね、8回ね、先頭、代打の立岡が、ライト前ヒット。で、門脇送りバンドして、丸坂本で1本っていうところでね、まあ、ここでピッチャーね、丸の時に桐敷に代わってセカンドゴロ。で、坂本に代わって石井がね、サードゴロ。さっきも言ったようにね、ここを完璧に抑え切ったっていうね、もうこれも勝ち行くやろうっていう中で、9回ワンアウトからね、ゲラがマウンドに上がって、ワンアウト取って岡本に、左中間のホームランでどーって、完璧、バッティング。ね。そして、9回のね、表に、ジャイアンツはね、ピッチャーね、岩崎が上がって、先頭小林がね、センター前ヒット。で、立岡送りバンドを決めて、ワンアウト2塁からね、代打、岸田が、ライト前ヒット。ね。ここね、これほんともったいなかったと思う。このね、ツーストライク追い込んで、梅野はね、多分アウトコースのね、もうラインぐらいの外にボール球構えてんの。それが、まあ、投球としたらアウトコースギリギリぐらいに岩崎が投げてて、で、ライト前ヒットなんだけど、もう意図がね、お互い通じ合ってないのか、もう本当にツーアウトからあんなに外に外す必要あんのか、ずっとそうなんだけども、なんかもったいないよね。この中途半端な攻めで打たれるっていうね。で、ワンアウト三塁から丸に犠牲フライ打たれて、まあそれが決勝弾になって、9回ね、三者凡退で抑えて、巨人が逃げ切りがちっていうところだけどね、バルドナードはね。だからもったいないよね。あのボールで構えてるの入ってきて、まあ、あのツーストライクからあんだけボールを外す必要があるんかっていうところもあるし、まあ、これは阪神昔からそうなんだけどね、特に梅野はね。だからあれが本当もったいない、見てて。で、打たれてるからね、余計もったいなさ感じるよね。でも巨人はね、小林のヒットからそれをね、繋げて、小林キザ、キャッチャーに繋げて丸が犠牲フライっていうね、まあいい形の流れで交流戦に入って、次ソフトバンク勝ったからね、どういう戦いになるのか。まあ菅野もいいピッチング、まあ両先発いいピッチングだったね、才木菅野ね。まあ結果的にはね、2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。さあ、ということでね、ベストナイン発表していきましょう。ちょっとね、もう忙しすぎたんで調べるのがやっとで、ちょっとね、付属ないんで、名前だけです。はい。まず、パリーグから。ピッチャー、日本ハム、加藤。あと2球でマダックス。キャッチャー、日本ハム、タビヤ。もうオールスター、絶対出れるでしょう。はい。ファースト、オリックス、太田。いい形の右打ち。はい、セカンド、西武、外崎。状態上がってきたか。はい。サード、日本ハム、郡司。右打ちめちゃくちゃうまい。はい。ショート、日本ハム、水野、JR 四国から。レフト、ソフトバンク、神田、まだまだ打ちます。センター、西武、岸、一発大きかった。ライト、オリックス、中川、打ちまくってます。DH、オリックス、森、打ちまくってます。リリーフは、ロッテ、鈴木、ノーアウト満塁防いだあなたのピッチングでチームが勝ちました。まず、セリーグです。ピッチャー、巨人、東郷、ノーヒットノーラン。キャッチャー、DNA、山本、あとは最後の一本打つだけ。ファースト、DNA、オースティン、怪我だけ心配。セカンド、広島、矢野、菊池の後継者。サード、ヤクルト、村上、ホームラン王。ショート、カープ、小園、打ちまくってます。レフト、広島、末金、打ちまくってます。ラオウのようにホームランをいけるかも。センター、広島、秋山、状態上がってきてます。ライト、DNA、エビナ、不動の一番。リリーフ、中日、藤島、グッドリリーフ。さあ、ということで、明日から交流戦でございます。どんな交流戦になるのか。でも、天気が心配ですね。その中で、でも、雨の神宮、ロッテ、佐々木、満塁ホームラン打ちます。皆さんも、雨降るかもしれないけども、神宮あったらね、佐々木解説できますんで、ぜひ楽しんでいきましょう。それでは、交流戦も、佐々木チャンネルで、総チェック、おしまい。それでは。